髪の毛？よもや貴様のような大物に出くわすとはな。魔人と女神のどちらにも組みせず、中立の立場にあった賢者たちの都、メリアルイ。そこに突如生まれた無限の魔力を持つ奇跡の天才児。噂は瞬く間に魔界と天界に響き渡り、二人の神は幼子を手の内に収めようとした。ベリアルインの賢者どもは猛烈に反発した。幼子の力はあくまで自分たちの財産だと。しかし幼子は賢者どもの意志に背き、自ら二人の神に交渉を仕掛けた。自分の気に入る贈り物を下側につくとな。魔人王は幼子に魔界の秘術に関するあらゆる知識と女神の洗脳術を防ぐ加護を授け、最高神は幼子にいかなる闇の呪いと開言すら無効にする加護を授けた。だが幼子はその加護を得た挙句、両者を拒んだ。神を欺くとな。怒った二人の神は千日間都を呪いと死の霧で覆い、炎と雷の大雨を降らせ、メリアルインを滅ぼした。が神の加護と無限の魔力を持つ幼子はそれを難なく切り抜け姿を消した。その悪霊高き大物とこうしてまみえると、確か今はマーリンだったか。今度は何を企んでいる？答えろ。